どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、ゴールデンウィークパッチは行くやつへというで学ばしていこうと思います。はい、まあ当チャンネルの風物詩でございます。まあ継承動画でございますね。パチンコ依存症、パチスロ依存症に継承の動画でございます。まあ、というわけでね、もうゴールデンウィーク入るというところで、まあね、やっぱりね、ゴールデンウィークなんか出ません、出ません。もう言っとくわ、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始全部出ません。はい、あーもう遡ること半年経ってないけど、年末年始もボロッカスやられましたね。ボロッカスクソみそにやられました。あ、こんだけやられんだなっていう、もう参ったにもかかわらず客はめっちゃいるよね。ああ、そら儲かるわと思ったもん。いや本当に改めて思った。ああ、そら儲かるわと。そらパチ屋もやめれねえわ、ぶっこ抜くのって話だよね。あんだけさ、普段営業したって来ねえ時の方が多いわけだ。イベビみたいな、旧イベビだ、なんかライター来店だみたいなことやって集客してるところを勝手に自動的にあんだけやってくるわけだ。年末年始とお盆とゴールデンウィークっていうのは、順番おかしかったけど。で、今回のね、ゴールデンウィークも当然あれだけの人はやってくるわけですよ。あーってなった時に、やっぱりね、出すわきゃねえもんな。もうその、本当にカモネギたちがさ、カモネギたちがやってくるわけでさ、そんなもん、そらもう本当思うツボですよ。本当思った。うん。で、まあね、今、今っていうか1年前ぐらいからか、スマスローがこう、ドーンと出て盛り返してきたと。で、スマスローの、確かにね、スロットの島ってすげえ、賑わい出てきてると思うんですけど、結果じゃあ、良くなってんのかっつうと、ただね、パイを取り合ってるだけだね。うん、今の、状況って、パイ取り合ってるだけですよ。要は、それまで、6号機の初期で全然ダメだった、っていうやつがパチンコに流れてきたんだよね。で、パチンコに流れてきたやつが結局スマスローで社交性爆上がりみたいな 6.5 とかで爆上がりみたいな感じで戻ってっただけの話、ってなった時に、総じてのパイは増えてないんだよね。どんだけスマスローがいい、人気ある、それは間違いないんだけど、パイ自体が増えてない。ちっちゃいパイをパチンコとスロットでこう食い合ってるだけのことなんだなってのはもうわかるじゃないですか。だから現に、スロットコーナーこそ反響だけど、パチスロコーナーは、6号機初期ぐらいの人の活気はもうないもんね。ない。全然ないね。ああ、だからもう、で、じゃあそれ、うん、だって本当にパイが増えてなったら、パチンココーナーは今まで通り、プラスアルファで、スロットコーナーも人気あるっていうのが自然だと思うんだけど、多分5号機の流星期ってそんなイメージなんだよね、5号機の時は。うん。5号機も最初全然ダメな中で、こう、どん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 社交性上がっていく中で、人帰ってきた、スロットコーナーに人ね、戻ってきたと思うんだけど、その時に、じゃあパチンコはパチンコから人を取ってきたのかっていうと、多分そんな印象でもないんだよね。まあもちろんその要素はあったと思うんだけど、パチンコはパチンコでそれなりに人がいて、6号機は6、あ、6号機じゃない、当時の5号機の ART 機とかも人はいるっていう、要は、総数が増えてったって感じなんだけど、今回の、やっぱ今のスマスロっていう状況に関しては、パイは増えてない。総合のパイは増えてないけど、少ないパイを今パチンコにいたのをスマスロは食ってるだけの話で、結局増えてないってことは、ホールとしては厳しいってことなんだよね。そう。まあ、パチンコよりも利益率高いから、スマスロって、あらり、半端ないじゃないですか。アホみたいな騎士ばっかじゃんか。っていう意味では儲かるんだろうけど、本質的なところ、やっぱり遊戯人口回復して、パイが増えてお客様に還元みたいなところには、とてもじゃないけど遠いわけで。ってなった時に、じゃあゴールデンウィーク出しますかっていう本題ですよ。出すわけないじゃないですか。出すわけない。まあしかもね、まあ常にもうちょっと前からずっと言ってるけど、スマスロだ、スマバチだっつうのは遊戯の代金かかってるわけですよ。スマスロなんかはね、稼働めちゃくちゃ気温いいから、まあ、こけてるやつも、でもこけてるやつもめっちゃあるからな。なんだかんだであるじゃんか、こけてるやつ。そう。で、スマパチなんかはほぼこけてるわけで、っていう中で、
機械代というか、その結局設備費だよね。もうそこまで行くと。従来の設備のとこには入れられないわけだから、スマスロもスマパチも。っていう中での掃除ってのはやっぱコストはかかってくるわけで、じゃあ結局、やっぱりどっから取んのっつったら、ね、そういうやっぱり大型連休で、頼んでもないけど人いっぱい来るみたいなところで取らないと、やっぱやっていけなくなっちゃうよねっていうところだと思うんで、やっぱりね、ゴールデンウィークは出しませんよ。ゴールデンウィーク出すわけがないですよね。うん。やっぱゴールデンウィーク、まあゴールデンウィークもお盆もね、お盆の時もまた多分動画出しますけど、風物詩なんでね。出すわけない。出せるわけない。ただまあこれはちょっと言っていいかわかんないけど、年末の時の営業の感じで言うと、前半はちょっと出してた。なんか最近のトレンドなのかしら。要は、まあ、例えば、じゃあ、10連休。まあ、10連休まで何年かわかんない。年末年始ってどのぐらいあったんだろうな。まあ、丸々10日ぐらいあったと思うんだよな、でも。で最初の、年明け、元旦ぐらいまでは出してたのよ。もう、そっから全回収、みたいな。ああ、クソ。クソだったね。で、俺が言ったのは、この回収日になってから言ってるからね。もう、バカでしょ。バカだなと我ながら思うけど、だからそういう意味で最初の頃は出す。だからそれって、もしかしたら今のトレンドなのかもしれない。お盆とか年末年始とかゴールデンウィークの全部を回収するんじゃなくて、序盤は出すと。で、後半全部根こそぎ持っていくみたいなやり方がやっぱトレンドなのかなって感じします。うん、ちょっと前からそれは感じてて、今年の年末は特に感じた。うん。っていうのもあるから、じゃあゴールデンウィークはってた時に、やっぱりゴールデンウィークの序盤はもしかしたら還元。後半というか、まあ、後半って言い方もおかしい。三分の一は還元。三分の二は回収。鬼回収みたいな。でも、ジャグラーとかもさ、年末年始とかで言うとね、めちゃくちゃ稼働してたもん。もうほぼベタピンみたいな状況で、全、もうすごいもん。飽きないねんだもん。っていうことがやっぱりゴールデンウィークも予想されるわけだから、当然ね、じゃあ俺がわざわざそんな稼働いい中さ、ジャグラーの6使ったり5使ったりなんかするわけないわけだ。もうベタピンベタピン、ジャグラーですらそれでまかり通るんだよ。A タイプだからね。本来ボーナスついてこなくて、設定入ってないから、もろ分かりというかさ、っていう機種だから、本来そういうとこは頑張るべきとこだけど、入れないで済んでるわけ。でも入れなくても稼働がついてるわけ。じゃあ、その本当に分からないスマスロ、なんでもいいけど、そのいろんなブブブブブとかカラクリとかちょっと古いけどね。その辺に設定入れる理由なんか絶対ねえんだよな。だからもう本当にね、ゴールデンウィーク行くのやめましょう。これはもう俺に言い聞かせてる、今年は。つって行くんだよな。暇だもんな。まあでもね、本当に。まあ100歩譲って行くなら前半がいいと思います。俺が調べた最近の傾向は前半は出す。ゴールデンウィークの前半は出す。後半は回収。後半ってか、前半後半というか、3分の1の最初の前半ね。本当に、最初の頃。最初の2日、3日までいかねえかな。2日、3日。ギリギリ3日みたいな感じの時は狙い目で。あとはもうお休みした方が絶対いいんで。はい。ゴールデンウィークパチへ行くのやめましょうと。行くなら最初。初日2日目ぐらいまでにしといたら、悪くはないかなって。まあこれまた地域差あるから、一概には言えないけど、なんかそんな最初はちょっと出すみたいな傾向は感じてますんでね。ゴールデンウィークまとめてパチンコパチロ打てる楽しみだーと思ってる人いると思いますけど、行ったら負けますんで、これ肝に銘じてもらえればなと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますとこの度喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。